こんにちは。囲碁が大好きなカラステイクのクーロンです。今回は囲碁旅シリーズの番外編をお送りします。昨日、広島県尾道市因島にある本因坊秀作囲碁記念館より秀作の生家跡に建てられていた因島石切神社が取り壊されることになったという情報が飛び込んできました。詳細は分かりませんが、9月頃には工事にかかるとのことです。クーロンも9年前に神社を参拝していますので、今回は当時の映像を紹介させていただきます。神社は秀作の兄の子孫が宮司を務めていたそうで、光の碁で姿を消した才を探す光が訪れた場所として登場したことでも知られています。老朽化で取り壊された聖火は記念館の敷地内で復元されていて、記念館、秀作の墓とともに後世本因坊秀作を偲ぶ囲碁スポットとなっています。宗教法人も解散するとのことで、境内にある本因坊秀才の書による碑が今後どうなるかも含めて、今後の動向が気になるところです。